皆さんこんにちは。今日はいかがお過ごしですか？フランデシーのパティシエ岡です。今回はザ・川分名古屋というレストランでお出ししているクラシックプリンを作っていきたいと思います。材料の説明をしていきたいと思います。こちらがプリンの液アパレイユの材料です。全卵が1個分、卵黄は2個分、お砂糖 55g、牛乳が 200g、 生クリームが 50g、 こちら、バニラビーンズでございます。こちらが、キャラメルソースのグラニュー糖 60g と、色を止める用のお湯を 40g から 50g です。はい、プリン液を作り出す前にプリンを湯煎焼きする際のお湯を沸かしておきます。それからオーブンは150度にセットしてください。はい、それではキャラメルソースを作っていきます。お鍋にグラニュー糖をすべて入れて中火にかけます。火加減はガスコンロの場合でも中火で、大体お鍋の縁から少し狭めぐらいの火加減でいいと思います。で、火の通りを均等にするためにお鍋は少し揺らしてあげながら火にかけてください。今少し溶けてきましたね。色がつき出すと結構一瞬で全体に焦げついてくるので、目を離さずに集中して火にかけてあげてください。で、最後色を止める時のお湯は温かい状態でないと温度差で爆発してしまって火傷につながるので、必ず温かいお湯を用意してください。ここからは火傷に注意して作業を行ってください。だんだんと香ばしい香りと色がついてきました。もう少し気持ち濃いめに色をつけます。ちょっと思ってるよりもちょっと濃いめぐらいでいいと思います。だいたいこのぐらいでお水を入れたいと思います。少し離れて気持ちよく入れてあげてください。少しずつ入れた方がいいです。こんな感じですね。香ばしい色味です。で、全体が均等になりましたらスプーンで型に流していきます。だいたいスプーン1杯分ぐらいずつ。このぐらいですね。型に流します。これを一度冷蔵庫で冷やしておきます。はい、それではプリン液を作っていきたいと思います。こちらはお鍋に牛乳、生クリーム、バニラビーンズ、それから一部お砂糖を入れて火にかけたものです。お砂糖は大さじ1杯程度一緒に沸かすことで、お鍋に牛乳の膜が張りづらくて作業がしやすくなります。残りのグラニュー糖を卵の方にすべて入れていきます。泡立て器でよく混ぜます。ここでグラニュー糖が卵にすべて溶けきるようにしっかりと混ぜることで口当たりが良くなります。泡立てすぎないようにすり混ぜるような形でよく混ぜていきます。
かり混ぜて、あのお砂糖のジャリジャリ感がなくなるぐらいまで綺麗に混ぜます。そこに温めておいた、牛乳生クリームを、少しずつ加えていきます。一気に入れすぎてしまうと、卵に火が入ってしまいますので、少しずつ加えていきます。数回に分けて入れていきます。混ぜます。ボウルの縁に卵の混ぜ残りなどがないようにしっかり混ぜていきます。はい、しっかり混ざりましたら、別のボウルにこし入れます。細かめの網でしてあげてください。ご家庭などでは茶こしなどを使ってもいいかと思います。できるだけアパレルの温度が温かいうちにオーブンに入れていきたいので、素早い作業で進めていった方がいいと思います。別のボウルにこし入れたら、上に浮いた気泡をキッチンペーパーなどで軽く押さえて取ります。そうすることでより綺麗なプリンが焼き上がります。はい、先ほどキャラメルソースを流しておいた型にプリン液を入れていきます。プリン液を流す際は、こういった流しやすい入れ物に移していただいたり、お玉などで少しずつ振り分けてください。はい、ここで先ほど沸かしておいたお湯を注いでいきます。型の3分の1ぐらいが浸かる量のお湯を注いでください。これでオーブンに入れていきます。25分経ちました。焼き上がりは表面がこれぐらいプルンとなるぐらいまで火を通してあげてください。冷蔵庫で 4,5 時間冷やしたものがこちらです。ペティナイフを使って型から外していきます。包丁の刃を型に沿わせるように入れて、型から外して離れないように一周ぐるっと回していきます。型をお皿の真ん中に置いて、縦にフッとすると空気が抜けるので、これぐらい綺麗に抜くことができます。皆さんいかがでしたか？よかったらお家でも作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。